キョロ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 してる。なんでお前もキョロキョロしてんだよ。お前はキョロキョロ、あーじゃねえよ。ここがあのネズミの、笑いのあのネズミの部屋ですか。お前はもうちょっと構ってらんない。こっち大変なことで見るな。おい、え、光出てきちゃった。おお、どうしよう、誰だお前ら。お前が取り出したんじゃねえのか。メガマ中か。ちょっと自己紹介。ああ、ほらもう話は早い。ちょっと任せ。俺任せ。うん、ああ、まあね、僕はあのここネズミの部屋のね、ピカリと申す。よろしく。はじめまして。メガマ中の印座木中です。私もインザギチュ。違う、インザギチュじゃない。ね、光ね、はじめまして、ゴーチュです。同じくゴーチュ。届かないのかな、この人たちも。はい、はい、はじめまして、良平チュです。あ、良平チュ、はい、え、ちょっ、え、よっ、かわいい。あ、うん、かわいい。ありがとうございます。うん、かわいい。気悪くなってるよ。やっぱりさ、うん、あのバンドで女の子っつうのは一人いるっつうのはよくあることだ、うん、例えばドリカムなんかもそうだよね。でもそのドリカムの逆のパターンで言うと、その女の女性がだよ、うん、ギターを弾くっていうのはドリカムとはちょっと違う。珍しいんじゃないかね。いやいや、うん、え、本当の女の子だと思ってるの。え、本当の女の子、本当に。あ、いやいや、僕男ですよ。男です。だ、こっちのセリフだよ。まあ。あのさ、ねえ、ちょっとさ、今日ひどくない？いつもよりひどくない？ねえ、何にも言ってないからね、セリフを。男だって。だから遅えよ、今さらかった。だから最初から言ってんだろ。あの顔で良平って言ったところで気づいてました。それより俺を紹介して。ああ、紹介して。そうだそうだ、話は早い。そう言えばな、何分かかってんだ。ミラジ、なんでバンドやってるっていう噂を聞いた。噂じゃなくて見たんだろ。そのちょっと小耳に挟んだんだけどね、なんかメンバーを募集してるかなんとか。やっと言えたよ。そういうことは聞いたんだけど、それを早く言えた。本当なのかね。はい、そうですね。一人あの募集をしようかな。一人ね、私の知り合いで、まあちょっと知り合いの知り合いのつてなんだけどね、はい、メガマチョにどうしても入りたいというようなことをまあほざいてるバカ。募集ですね。あ、でもそれはもうぜひぜひ会ってみたいです。うっそ。ちょっと待って、隠す必要がないと思うんだよな。あの、いけ、あの、こいつがね、タナチュー。タナチュー、ね、はい、よろしくお願いします。お願いします。例えば、メイクとかってどうなんですか、やってみるっていうのは。メイクつなあ、あんましたことないですね。痛い。もう一回切ってくる。あ、例えば、メイクとかってこうしたりするのはどうなんですか。とんとないです。例えばあのメイク、あのね、メイクは何でもやる。メイクは何でもやるの、全部やる。メイクは全てやってきた。すごいな。うん、どんなメイクでも、どんなメイクでも。だから普段からこんな化け物メイクこれね、すっぴんだよ。街を脅かしてる。脅かしてないよ、すっぴんだよ。そうそうそう、ね、そうそう、このようにね、今日はたまたますっぽんぽんなんだけど。いや、まあ確かにすっぽんぽんなんだ。いつもすっぽんぽん。いつもはもう笑うネズミはね、それはすっぽんぽん。メイキング映像だね。メイキング映像って意味が分からない。他になんか質問あれですか。楽器とかってなんかできるんですか。あの、楽器は全くできません。するけど、グーで殴るはテレビ的にアウトだと思うんですけど。グーでしょ。痛い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 。あのね、楽器は何でもやるの。楽器は何でもやるの。もうあのネズミ芸術大学のね、あの何でも楽器をやってくれください学科。そんな学科ね。そんな何でもやるのない楽器はね。何でも楽器できるんだったら、うん、もう一緒に音出してみましょうよ。そうです、はい、ぜひ音いきなり出してみる。はい、あっ。音出してみる。よし、早速。それじゃメイクやろう。メイクメイク、え、何、ピカリがメイクする。当たり前よ、私のメイクの魂がうずくわ、ほんま。まあ
ね、ちょっと僕もね、あのプロデューサーとしていろいろね、ちょっと考えてはみたんだけどね。え、プロデューサーですか？プロデューサーだろうが、お前や、お前らここまで育てたのは誰だと思ってんだ。急に。まああのね、タナチュンもね、はい、ちょっとこんな感じのね、あ、ちょっと女の子チック。はいはい。乙女チックな、ああそうそうそう、乙女チックな感じでね、はい、ちょっとメイクと服装決めてね、はい、いいかもしれない、うん、やってみようと、うん、それはすごい、うん、明暗ですね、明暗、はい、あ、じゃあもう早速ねちょっとやっちゃったんで、あ、じゃあ紹介します、ゴスロリタナチュ、いやいや、もう休日の原宿っていう感じですね。うん、いそう、いそうな感じ。もういいと思いますね。でもちょっとまだ、うん、そのビジュアル系の、ね、神髄っていうものをこうやって、あ、そうなんです。いろいろあるんでね。神髄。バシッと。どうなんパフォーマンスです。パフォーマンスだよ。動きがね。まずじゃあちょっと動き一緒にやりましょう。やろう。エアギターで。はい、じゃあ一緒に。はい。はい、まず、うん、じゃんじゃんじゃん。で、クルンブリン。クンパナ。なんでか、うるせえ。なんでかフラメンコになってんだよ。いいね。そうそう、あとは、うん、結構こう女の子っぽいキャラクターだったら、うん、そう、こうお尻を振りながらギターを弾く、こうやって、あ、かわいい、あ、これかわいいね、かわいい、はい、チュン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 、紅茶の美味しい喫茶店かっさばかっさばろかっさばカサラのラサダス、分かってないんだよ。いい感じだね、これね、うん、なかなかこう、タナチュンも様になってきてる、うん、様になってきてる、うん、あ、そう、はぁ、じゃあ、うん、早速客前でやってみようか。いきなり客前、当たり前だろお前よ。